Hey, Hawaii Minasan, c'est Gunshow. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de l'épisode 51. Donc voilà, de qu'on y est, c'est la ligne droite. Et désolé pour ces épisodes derniers, j'ai eu des problèmes de RAM ou de lag, je sais pas, sur le serveur, du moins de Division. Donc j'ai vu quelques soucis, on va dire, niveau vidéo. Donc voilà, framerate qui baisse et tout, c'est chiant. Donc voilà, j'espère que pour la prochaine vidéo ça ira mieux. Donc voilà, je souhaite un bon visionnage pour l'épisode 51, partie 3. タッチ。
mais... の医療商品を探知。 敵が接近中。
Merde. JTF セキュリティに回収地点を送信しました。améliorer ça et sur la fin de la vidéo, hein.
ça. お前がいなければダイヤ通りがどうなっていたことか。よし、これで仕事ができる。大した腕だな。 国連本部を占拠してた。おそらくあそこが奴らにとって。お互い今はやることがあるだろう。後にしてくれ。いやあ、これはいい。緊急のインフラ修復を担当する現場チームだ。絶対に必要なチームだ。発電機は大好きだ。ここも安定するし、追加の電力が得られるからな。ありがとう、エージェント。 先走ったことを言うつもりはないか。火炎放射器のイカれた連中の件は解決に向かった。
誰かと思えば。あらあら、英雄の帰還ね。全く大したもんだよ。あんなことができる奴がいるとはな。緊急対応要員を助けてくれたから多くの人を救える。連邦捜査官にしては上出来だ。見てくれ、相手にしてきた犯罪者集団は全員じゃないが逃げ出してる。かなり数は減っただろう。おかげで安心した住民が街中に出てくるようになってる。 JTF の協力でセラはテントを直して再開。食料や治療を求める人々がもうそこに長蛇の列を作ってる。ようやく人々が動き始めた。クイーンズのうちの近所で店をやってた男がそのうち店を再開するつもりだと言ってたよ。目を細めればニューヨークが蘇って見えるようだ。いいわね。さて、干渉に浸るのはそれぐらいにして。外にはまだ LMB が残ってる。対処しないと。始めるわよ、エージェント。なあ、あんた大したやつだ。Voilà. Bon, j'ai tout à 100%. Ça a été rapidité, donc voilà. À plus tard pour un autre épisode, c'était quelque chose. Ça va.